どうも、さあゆうです。つい先日なんですけど、コンビニで買い物をしてたら、目の前で女の人が倒れてたんですね。まあ、コンビニの店員さんだったんですけど、で最初は小銭でも落として、それで陳列棚の下覗いてるのかなって思ったんですけど、よく見たらなんかビクビク痙攣してて、なんか目とかも不自然にかっぴらいてて、あ、これやばいわと思って、でちょっとだけ近づいて、大丈夫ですか？大丈夫ですか？って何回か結構大きめな声で話しかけたんですけど、全く反応がなくて、ただこう肩とか揺すって声かけたりとかしたら、このご時世ちょっとあれかなって思ってしまったのがあって、まあなんか、セクハラとかなっちゃうのかなとか、まあ突然のことだったんで僕も気が動転してしまったってのはあるんですけど、ですぐ近くにいた男の店員さんというか店長っぽいぐらいの年齢の男性に、従業員さんが倒れてますって呼びに行ったんですね。でこの店長らしき男性も、まあ、僕と全く同じような感じであたふたしてるだけになっちゃって、ですぐ別のおばさんの店員さんが来て肩揺すったり頬を軽くトントン叩いたりしてくれて、そしたら倒れてた女性の店員さんも意識があることが確認できて、その後すぐに救急車呼んだっぽいんですけど、一応すぐに自力で立てるぐらいまでにはなってたんで、まあ無事何事もなくって感じで僕も店を後にしたんですね。まあ突然のことだったので僕も気が動転してしまったってのはあるんですけど、倒れてるとはいえやっぱ女性の体にこう触れるってこうセクハラとか言われてしまうんじゃないかなっていろいろ頭をよぎっちゃったんですよね。なので声かけをする以外何もできなかったんですけど、ということで今日は女性への AED の使用についてニュースの記事やつゆふみさんの意見などを見ていこうと思います。いやお前の場合 AED とかよりもずっと手前の話じゃねえかよ。肩揺すったりするぐらいでセクハラだのなんだの言われてたまるか。いやまあそれもそうなんですけど、突然のことだったんで、でまず最初に AED についてなんですけど、AED とは心臓が痙攣して血液を流すポンプ機能を失った状態になった心臓に対して電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器ですね。医療従事者でもない一般人でも使用できるものとなってまして、学校とか公共施設とかの人が多く集まるところの中心に設置されているそうです。でかなりざっくりにはなるのですが、使い方としまして、蓋を開けると自動電源オン、電極パッドを胸に貼る、ボタンを押して電気ショックという感じらしいのですが、相手が男性だったら使い方とか以外は特に何の抵抗もないんですけど、これ女性相手だとちょっと抵抗はありますよね。まあ別にこっちが癒やしい気持ちとか全くなくても素肌に直接貼らなきゃいけないんだもんな。女だとちょっといろいろ考えちゃうよな。実際にとある男性が交通事故の現場に遭遇して危険な状態にある女性に対して AED を使おうとして付属のハサミで下着を切ろうとしたところ、この女性と車に一緒に乗っていた運転手の男性、彼氏なのか旦那さんなのか分かりませんが、やめろ、なんで服を着るんだ、痴漢だとか言って救助している男性が警察に通報されてしまうなんてこともあったみたいなんですよね。いや通報したの一緒にいた男かよ。そうなんですよね。もちろんこの AED を使用した男性はその場ですぐに容疑は晴れたものを、この件が結構話題になってしまい、女性への AED の使用ってどうなのよっていう話がいろんなとこから出たんですよね。人の命を救おうとして痴漢で通報されるって最悪やん。容疑が晴れたならそれでいいでしょって話にもならねえだろ。もちろんです。もちろん人命が第一なのはそうなのですが、やっぱり女性に対して AED の使用が行われなかった件って結構あるみたいで、日本でもとあるスポーツ大会で競技中に女性が倒れて、そこに居合わせた関係者の男性が AED は用意されてたものの使用はせず119番を要請、一命は取り留めたけど女性には重い意識障害が残り寝たきり生活になってしまったなんていう例もあるみたいです。いやこれ結構難しいとこだよな。命が最優先ってすぐに行動できる人もいるだろうけど、お前みたいにひよって何もできない奴もいるだろうし、そこにさらにセクハラとか言われるんじゃないかなんて考えでもしちゃったら余計何もできんくなるよな。まあ、もちろん日本では実際に男性が女性に対して AED を使用して女性側が訴えてくるってことはまずないらしいんですが、世間の反応を見てみると、自分が倒れて子宮の救命行為が必要になった時に AED を使うために服を脱がされたら不快感を感じますかっていうアンケートでは 86% の女性が不快、もしくは不快までは感じないが抵抗があるっていうアンケート結果が出てるんですね。特に抵抗がないが一番少数派でたったの 14% なのかよ。さらにこの逆で、自分が救助する立場になった時に意識のない人の衣服を脱がせることに抵抗ありますかという内容では、男性側が異性の場合抵抗があるが 61% なんですよね。まあやっぱりそういう感じなんだ。いやそうなるよな。なんというかウィンウィンの逆じゃねえかよ。ロスロスや。
そうなんですよね、まあ、あくまでもアンケートの内容は女性が不快に感じるとか抵抗があるってだけのものなので、女性が男性に AED を使われたら訴えるとかとはまた別の話なので、誤解のないようによろしくお願いします。で、まあ、女性への AED の使用に関しまして、こんなツイートがあったので紹介しますね。女性に AED を使うのをためらわないで、何より命を救うために、もちろん余裕があれば図のように配慮することも大切です。そういう最後の一言が余計なんじゃないの、まあ、ということで、パッドを素肌に貼り付けられればブラジャーを外す必要はないらしいです。へえ、そうかい。そんな1分1秒を争う場面で余裕があったら配慮してねとかちょっと意味わからんし、なんか人命救助ってより配慮が優先されてるような感じして、なんというかくだらねえわ。すごい気持ちはわかります、まあ、ただ知っておいて一応損はないと思います。本当にこういう場面に出くわした時に知ってると知ってないかじゃ、まあ、えらい違いだと思うので、そんなんだったらもう近くにいる女にやってもらうのが一番いい気がするけど、まあ、できればそれが一番いいですね。では次に、男性が女性への AED の使用はセクハラで訴えられるんじゃないかってことについて、こんなツイートをしているつゆふみさんがいたので紹介しますね。AED を女性に使うとセクハラになる可能性があるから怖いという男は、 AED 使用の際にセクハラに問われるのを本気で心配しているのではなく、 AED で命を助けてほしかったら女はセクハラという概念そのものを捨てろと脅すのが目的、声かけ事案に湧いてくる、これでは女児を助けられない男と同室。はあ？何言ってんだこいつ。セクハラっていう概念を捨てろっていう脅し？な、恐ろしいぐらいひねくれてねえかこいつ。これまだ続きがありまして、 AED セクハラ男の理論は、セクハラなどという概念ができたから男は AED で女性の体に触れただけでもセクハラのリスクを負うことになった、だから助けられないというもの。彼らが潰したい本丸は、セクハラという概念そのものだから AED ではセクハラに問われないと伝えてもデマをやめない。AED デマを巻き続ければ、それまで何とも思ってなかった男の一部がそれを真に受けるようになり、女性への AED 使用を躊躇する男が増えていく。どうやってデマを広げることで命を選ぶか、セクハラという概念を捨てるか、どちらか選べと女性を追い込もうとしている卑怯としか言いようがない連中。マジでめちゃくちゃな理論だなこれ。職場内とかでのセクハラと人命救助は全然別物だろうが、男嫌いすぎて頭おかしくなってるだろ。もしこんなやつに AED なんか使ったりなんかしたら絶対訴えてくるじゃん。もうついふみはもう顔面にメサンドリストってタトゥーとか彫って見分けつくようにしてほしいんだけど、まあ、もちろんセクハラで訴えられるのが怖いから女性に AED は使えないっていう風潮自体は変わっていった方がいいとは思うのですが、こういうとんでも理論を展開してしまうついふみさんを見てしまうと、それもどんどん遠のいてしまうように思いますよね、まあ、単純にバカだな。だから女の敵は女だって言うんだよ。ファッキュークソース。あ、ついふみでビーガンの肉穴グランデさん、どうも。 B 級妖怪でトラジェン女のトグロ妹、話は聞いてましたよ。クソースが女性に AED を使うのをセクハラで訴えられるかもしれないから怖くてできないとか言ってるのよね。まあざっくりそんな感じです。ついふみである肉穴さんは、もし自分がこう緊急事態に陥って AED の使用が必要となる場合が来たらどうしますか？クソースが私の体に触るなんて許せないわ。そのまま殺して。クソースに助けられるぐらいなら死を選ぶわ。またお前はめちゃくちゃだな。安心しろ、誰もお前の胸見ても何とも思わねえから。トランスジェンダー女性であるトグロさんはどうですか？私の場合、性自認が女性ってだけで体は男なので全然抵抗はないですが、ただ私の場合、胸筋が分厚すぎて AED 程度の電気ショックじゃ心臓には届きませんね。もう無敵かよ。大体目の前に助けられるかもしれない命があるっていうのに、メリットだのデメリットだのリスクなんてうじうじ考えるな、男のくせに。女のくせにとか言ったら発狂するくせによくそんなこと言えるな。まあでもさすがに何もしないってなると罪悪感というかちょっとあれなので、せめて周りの人に声をかけたりとか救急車を呼んだりとか、せめてそれぐらいはしてもいいんじゃないですか。まあさすがに何もしないで見て見ぬふりっていうのはないわな。助けを呼ぶわけでもなければ救助に協力するわけでもなく、野次馬みたいに集まってスマホで動画撮り始めるような連中だけにはなりたくないですね。ああ、まあ確かに。しかもそういう奴らは何の咎めなしっていうのがムカつくよな。でもさ、結局は女に対して AED が使いにくいってのは女にも問題あるだろ。最近だと髪切ったとか痩せたねとか言うだけでセクハラ扱いされるだろ。確かに男目線からいくと、そんなことまでセクハラ扱いになるのっていうのが、もう何でもかんでもセクハラになりますもんね。
確かに女性への AED の使用をためらっちゃうっていうのは、いろんなことに過敏になりすぎて何でもかんでもセクハラ、女性差別、女性蔑視だなんだって騒いできた一部の女性たちのせいっていうのはあるかもしれませんよね。何よ、女性が不快だと思ったらそれはもうセクハラなのよ。セクハラとは重要な人権侵害なの。あのこういうやつはマジで顔面にメサンドリストってタトゥー入れてほしいわ。間違っても AED は使わないから。まあ、ということでですね、まあ、やはり皆さん人の命は救いたいって気持ちはあるにもかかわらず、やっぱり女性に対して AED を使うのを戸惑ってしまう。まあ、それを解消するためには、もし男性に AED を使われて命を助けられたとしても痴漢やセクハラで訴えてくるタイプの女性は、顔面にメサンドリストっていうタトゥーを入れて意思表示をしてください。スイフェミとかは何かと意思表示とか大好きだからちょうどいいかもな。私はクソオスに助けられるぐらいなら死んだ方がマシですけどね。ニコナさん、近くにタトゥースタジオありますけど行きます？みんなコンビニ感覚でタトゥー入れてたまるか。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。目覚めよう、この瞬間を、やがて僕らを取り巻くであろう、乗せ替えるようなリアルな日常、大切なもの。